こんにちは、エルカです。昨年2018年になるんですけれども、自作の断熱レンガで暖房用のロケットストーブ作りました。上にリンク貼っておきますけれども、その時ですね、近日中に作り方アップすると言っておきながらですね、もうすでに4月になってしまいました。もう桜満開ですが、もう亀並みに呪い動画作りとなってしまいました。それでもまあ見てみようかという方いらっしゃいましたら、ありがたき幸せです。ぜひご覧いただけたらと思います。このロケットストーブ作るにあたっての基本方針ですけども、まあ、私は自作する時いつでも何でもそうなんですけれども、早い、安い、うまい、まあ、牛丼屋さんじゃないんですけど、安易にですね、まあ、そこそこええもんができひんかなと思ってやってます。まあ、あんまり手間かけずにそこそこ簡単にできて、まあ、お金もあんまりかけたくないと。それでもまあまあ実用になるようなもん、そういうもんを作ってます。このストーブは断熱レンガでできてましてね、まあ、断熱レンガさえ作りゃそれでできるんで、まあ、断熱レンガの作り方がメインになります。よく混同されるんですけれども、耐熱レンガですね。耐熱レンガ、これホームセンターに売ってるやつですけども、これは重いです。1300度とか熱に耐えることはできるんですけど、まあ、これでピザ窯作ったりしてはる人もあるんですけれども、これじゃないんですよ。あとまあこの赤レンガとかですね、普通のレンガ、それからセメントレンガ、この辺全部重いんですね。断熱レンガはそういうのと全然違う、まあ軽いもんなんです。まあ、これでロケットストーブ作ってはる人もいはるんで、それはそれでええと思いますし、何もそれを否定するわけではない、全然いいと思うんですけれども、ただ私はそういうやり方ではないです。私はロケットストーブというのは断熱してこそ真骨頂というんですか、本来的なポテンシャル発揮できると思ってますんで、あくまで断熱素材にこだわっています。これですね、これは自作の断熱レンガなんですけれども、これが普通のセメントレンガ、まあ同じような大きさですけれども、こっちは2キロ以上あって、これは800グラムぐらいですね。でこれどう違う、まあ比重で言うたらこっちはもう3分の1ぐらいです。でこの例えばこれ水ですね。水、これ普通のレンガももちろん沈むだけですけどね、これこっちの断熱レンガ、これほら、これ浮いてますよね。これ比重1以下なんですよ。それでもう全然重さが違うということです。まあこの断熱レンガはもう軽石みたいにね、ぷかぷか浮くんです。まあ実際軽石も入ってます。そんな風に軽いと断熱性があるんです。発泡スチロールみたいに中に気泡がいっぱい入ってて、まあスカスカなんですわ。で市販のもんはこういうもんですね。市販のまあこれは実は七輪と同じような材質、珪藻土というものでできていて、こういう市販のもので実際ロケットストーブ作っておられる方もいらっしゃいますけれども、いかんせんこれちょっと高い、350円ぐらいしますね。で容器使うとなると結構タコつく。でもこっちやったらね、多分100円以下じゃないかなと思ってます。まあセメントに、まあ、いろんなもん混ぜて、軽石やらパーライトやらいろんなもん混ぜて、作りましたんで、ちょっと作り方ご覧ください。これはもうできたレンガを乾かしているとこですけど、断熱レンガ1枚の大きさは分かりやすいように 10cm×20cm、 厚み 5cm にしました。これは市販のセメントレンガを意識しています。セメントレンガも 10cm×20cm ですが、厚みは 6cm です。土台など一番下のところでセメントレンガも使おうかと思ってて、まあそうしたんですけれども、実際には全部自作の断熱レンガで作りました。このレンガの型枠作らないといけませんが、もうこれやりだしたのが11月やったんで、もういっぺん大量に作ったれと思ってスタイロフォームで作りました。まあ一番薄いやつですね。 15mm のサブ6 91cm×182cm です。これはですね、ひたすら 91cm の長さを 5cm 幅で切ってます。5cm 角の角材を定規にしてひたすらカッターで切ってます。ほんまはね、これコンパネ切って夏頃からぼちぼちやんのがそれはええんですけども、なかなか暑い時にストーブ作るモチベーションっちゅうのもね、実際汗ブルブルにかきながらそんなストーブ作るってできへんし、毎年まあ結局あれなんや寒くなってきたんちゃうかと、そういうふうに感じた頃からですね、慌ててやりだすんで、まあ間に合わせになってしまいますね。スタイルフォームやったらカッターで簡単に切れるし、まあ安いしええんちゃうかなと思いました。これまあ25本ぐらい切りましたけど、こんなもんでええんかなと。それでまあ次は10センチの長さのやつ、これ70本ぐらいまた切りました。まあちょっとした手間ですけど、これ全部カッターで切れるんで、コンパネよりはだいぶ楽ですね。材料の固定は5センチほどの釘を使いました。手で刺してドライバーの柄で押し込んだだけです。ともかく簡単に作ることだけ考えてやったんで、強度はないし、まあええ加減な作り方なんですけども、とりあえずモルタル流し込んでも、まあ、壊れへんだらええんちゃうかっていうことで間に合わせで作った感じですね。もちろん使い捨てで何度でも使えるもんではないです。まあいっぺんに作ろうと思ったんでこんな形になってしまいました。これでも一応できたんで一つの例として動画に上げていますが、もちろんこれはベストなやり方とは思いませんし、実際出来上がったレンガも直線とか直角とか長さとか、まあそういう精度全然出てませんでしたんで、再現される方はまたそれぞれもうちょっと工夫された方がいいと思います。これは参考程度に捉えていただければと思います。全部で68個のレンガの型枠できました。次はヒートライザーの型枠です。ヒートライザーの高さは50センチほどにしようと思いますけど、下の方は普通にレンガ4段20センチ積みますけど、その上30センチは暖房の熱交換のためのペール管のカバーをかけるんで、ペール管に収まる形にします。ちょっと下の方が太い円筒形です。これは中心の穴の型枠です。VU75 に幅10センチくらいに切った段ボールを巻きつけています。これらせん状に巻いていますね。つまりこれボイド管の作り方真似してやってます。もちろんボイド管でやりゃいいんですけども、ここはあえて段ボールでもできんのちゃうかと思ってやってます。まあ多少とも費用の節約いうことも考えました。セメントを流し込むんで、防水の意味で全体に荷造り用の透明テープを貼りました。これ巻く段ボール一重やったらちょっと細いんで、二重にしたらちょうど106倍の煙突と同じです。こういうふうに合わせたらぴったり同じになりました。外側は10リットルのバケツにしました。ちょっと高さ足りひんので段ボールで延長しました。これも荷造りテープで防水してます。まあ、セメント流して固まってうまいこと外したらバケツはもうぺん使えるかなと思ってました。材料です。まず普通のセメント、その後ろが三井金属のパーライト100リットル、あとヒューが軽いし小粒2袋、それと鹿沼土1袋、ヒューが軽いし中粒1袋、鉢底石1袋、まあ、鹿沼土結構柔らかいですね。こんな軽石はまあまあ丈夫です。小粒と比べると中粒ちょっと大きい。さらに鉢底石だいぶ大きいですね。これも軽石みたいな感じです。なんでこんないろんなもん混ぜるかというと、まあ結局何もわからんのですけども、考え方としてこの前作ったパーライトとセメントだけのパーライトモルタルは、まあセメントとパーライトだけを混ぜたわけですけど、ちょっと弱かったんですね。で、強度とか耐火性も持たせるためにですね、で、コンクリートみたいにしようと。コンクリートはモルタルに砂利入れたもんです。そうすると、それに含まれているセメントや水分の比率が減る。そしたら体積が縮みにくくなって、ほんでひび割れが少なくなって強度も増すと。それと同じように考えて、パーライトモルタルに砂利の代わりに軽石やら鹿沼土やらいろんなもん混ぜたら強度が増してひび割れも少なくなるんちゃうかと期待してですね。で、まあいろいろ混ぜたわけです。こんなん大した根拠ないんですけど、やらんかったらわからんので、やってみたということです。まあ実験ですね。これで、これまあいろいろ混ぜてますけど、結局体積比でセメント対パーライト対軽石対水、これまあ約1対3対3対2です。水2としてますけど、実際には2弱です。それに加えて鹿沼土をセメントと同じぐらい混ぜたり混ぜなかったりしました。まあええ加減ですけどね。まあ要するにパーライトモルタルはセメントとパーライトだけで作りましたけど、それにパーライトと同量の軽石を加えたってとこです。まあ、感覚的には軽石増やしてもっと軽石を増やしてですね、4から5ぐらいの体積で入れてもいいかなという感じでした。うまいこと混ぜるには山を少しずつ切り崩して手前に寄せる。で、反対回って同じことすると。で、これを繰り返します。それと一番大事なことは水を入れすぎないことです。水入れすぎると乾燥したら縮みます。少しずつ入れていきますけど、混ぜててずっとパサパサやのに急にべちゃべちゃになる時があるんで、そのべちゃべちゃになる直前でやめないとダメです。もし水入れすぎたら軽石ちょっと足したらええと思いますけどね。まあ、ともかく水が多いと型枠に入れやすいけど、乾燥した時絶対縮むんで良くないです。適切な量なら乾燥しても全然縮みません。あと型にセメントを流し込むということなんですが、そういう感じではないですね。そういう感じやったら水多分多すぎだと思います。あくまで型にスコップで移していく感じです。で、それをコテとかでペチャペチャ叩いたりして振動を加えると流れるような感じになってスーッと型の隅まで広がっていく感じです。ペタペタ叩いたら水がちょっと出てくる感じですね。初めからドロドロやったらそれは水を多すぎです。出来上がりの量の目安として、この比率で混ぜて約 3.5 から4の出来上がりになります。つまり軽石の体積プラスアルファというのが出来上がりですね。これはコンクリートの体積がほぼ砂利の体積になるのと同じ理屈です。まあ、砂利の隙間にモルタルが入り込むのと同じように、軽石の隙間にパーライトモルタルが入り込む感じです。ヒートライザーの型枠にもパーライトコンクリートを入れます。振動を加えながら空洞ができないように徐々に入れていきます。今から思えば、この時バケツの内側にですね、油でも塗っておきゃよかったんですかね。型枠から取り出す時にえらい苦労しました。ともかく全部の型枠にパーライトコンクリート入れました。あとは乾燥しないようにブルーシートかけて4日間放置しました。まあ、ここで大事なことですけども、セメントは乾いて固まるのと違うんですね。粘土とかみたいに乾燥して蚊となるんと違うんです。あくまで化学変化で時間が経てば固まると。まあ、極端な話、セメント水の中でも固まりますよ。そうやし、乾燥は固まってからゆっくりやりゃいいんです。いきなり乾燥させると日々入って弱なったりします。むしろ固まるまでは乾かないようにしないといけない。そう思います。乾かないように4日間放置して枠から外しましたけど、体積は全く縮まずうまくいきました。水が多いとね、これ減るんです。スタイルホームは割るしかないです。これはもう使い捨てですね。ヒートライターの枠も外します。段ボールはカッターで切ります。バケツを外そうとしていますが、びくともしません。ブルージジイケメンさん。ブルージジイケメンさんにコメントで教えてもらいましたけど、コンクリート製造工場かなんかでしょうか、見学された時に、型枠に軽油を噴霧器で吹きつけて、そこに生粉流し込んでたということなんです。だから天ぷら油でも何でも塗っときゃよかったですね。これ木の棒で叩いて回そうとしてます。あ、割れてますね。これもうやけくそになってます。バケツは再利用しようと思ってましたけど、これ油塗っとかないと無理ですね。そこの段ボール外しました。あとは真ん中の段ボールです。玉木森さんはこれボイド缶で作って燃焼テストの時燃やしきったそうです。確かにボイド缶丈夫そうなんで燃やした方が早いかもしれません。この場合段ボールなんで引きちぎって外せました。ようやく全部剥がせました。かけたり割れたりしたレンガありましたけれども、まあなんとか材料が出来上がりました。あとは乾かしますが、時々重さを測ります。レンガは1000立方センチなんで、比重1なら1000グラムです。1キロですね。枠外した直後は1キロ以上ありましたけれども、これも10日ほど乾かして1キロ切ってます。ヒートライザーは10キロ以上あります。数日ごとに測ってあまり変わらなくなったら、だいたい乾いたということですが、とりあえず20日ほど乾かしました。それで表面が、ガタガタなんで、コンクリートの面で削ってある程度きれいにしました。金の粉で切れるかどうか試してます。周りに傷つけて、タガネ当てて、金槌で叩きますが、これなんで金槌反対にしてんやろ、これ。意味わからんことしてます。切り口ガタガタですね。掃除機で吸いながらグラインダーで切ればきれいに切れます。試しに切れ端を水に入れたら浮かびました。切り口はれき岩みたいです。パーライトモルタルがベースになって、軽石などが散りばめられている感じです。これを見てももうちょっと軽石が多くてもよかったかなと思います。レンガがある程度乾いたので断熱性を調べる実験をします。プラスチックのテーブルの上に直接レンガで炭火のかまどを組んで焼き肉してみます。仮面は1段だけです。5センチですね。炭と添加剤を入れます。アルミ箔は焼き肉の油が染み込まないようにするためです。この段階ではいらんかったですね。ある程度いこったらドライヤーの送風で煽りますけども。もう全然アルミ意味ないですね。これ塩炭、ちょっと空気穴開けた方が。1時間ほど焼肉やりました。炭は古い鍋に入れて消します。火消し壺です。レンガを取り除きます。少し熱くなっていて湯気が出ます。まだね、ちょっと乾燥しきってないんでしょうね。で、中心のレンガの下ですが、プラスチックが溶けるほどではありません。断熱性は十分あるようです。乾けばもっと良くなると思います。ちなみにあくる日の火消し壺の中消し済み、こんな感じでまた使える感じです。型から外して3週間経ちますが、ある程度乾いたので屋外でカバーをかけず燃焼テストしてみます。1列目はこういう形で並べて、2列目は全部同じ方向にしました。3列目、4列目とレンガの組み方は試行錯誤ですが、室内に設置するときに、もう一度説明します。5列目、右の方を滝口にします。滝口の大きさは可変できるようにします。左のヒートライザーの方は8段まで積んで、さらにその上に50センチのヒートライザーを乗せます。それでは点火してみます。最初は細い木です。はじめは滝口から煙が上がるんですけれども、ちょっと吹いて一度ヒートライザーに流れると逆流しなくなります。滝口から炎を見ると、左のヒートライザーに向けて横に火が流れているのが分かります。最大でもこの程度の火ですね。ヒートライザー内部にはすすがついていて、あまり温度が上がっていないようです。引きもあまり強くないので、滝口はあまり開けられないです。これはレンガとレンガの隙間が問題で、密閉性が良くなくて、吸気が滝口に集中していないためです。後で隙間をパテで埋めたら解決しました。滝口の火は小さいですが、この程度の燃焼でもヒートライザーの炎はかなり強いです。1時間近く燃やしていますが、バーントンネルやヒートライザーの周り、全く熱くなっていません。断熱層は10センチくらいで問題なさそうです。室内に設置します。下の台は、こういうふうに組んで、その上に1段目をこのように積みます。灰が下に落ちないようにアルミホイル敷いています。密閉度も少しは良くなると思います。2段目はバーントンネルの底面になる面で、1段目と直行するようにレンガを並べます。バーントンネルの下に断熱レンガが2段、つまり10センチの厚さで積んであるので、一番下の面はちょうど火鉢みたいなイメージで、火の下に灰の断熱層があるような感じで、焦げるような温度にはならないんですが、一応熱がこもらないようにすのこ状にしています。これでも薪ストーブの常識からすると良くないみたいですね。下は鉄板とか燃えへんもんにしないといかんみたいなんですけども、それはさておいて、ともかく3段目はバーントンネル側壁です。画面右側が滝口になるように並べてます。4段目もバーントンネル側壁です。ここまで積んだところで、レンガが崩壊しないようにガルバリウム鋼板の帯を使って台に固定します。さらに5段目を積んで、ヒートライザーの方は6段目まで積みましたが、ここで真ん中あたりをガルバリウム鋼板のリボンで固定します。滝口の大きさを可変できるようにスライドできるレンガを用意します。取っ手がついてますが、これはこのように木ネジで固定しています。パーライトコンクリートは木ネジが効きますね。同じことをヒートライザーの後ろの灰取り出し口でもやっています。ヒートライザーの方だけ8段目まで積みます。その上に円柱形のヒートライザーを積みます。煙突をつなぐ穴はまだ開けてないんですけれども、ペール管のカバーをかけてみます。ペール管の取っ手は真ん中で切って、その先を台に固定した鎖につなぎます。鎖にはターンバックルがついていて、締め付けることができます。ターンバックルを回す向きに注意します。これで3箇所止まりました。レンガが崩壊しないか傾けてテストしてみます。全然壊れないですね。グラインダーに塗装剥がし用のディスクをつけて塗装を剥がします。結構手間ですけれども、元の塗料は熱に弱いんで、できるだけきれいに剥がします。で、ワイヤーブラシでくぼんだところも剥がします。煙突を接続するためのエビ管をはめる穴を開けます。型を取って真ん中に穴を開けて、金切りばさみで中心から放射状に切り込みを入れます。切り込みを起こして、それをまた適当な長さに切って、さらに切り込みを細かくします。エビ缶がですね、これで入るように調整します。で、鍋などを置いて調理ができるようにカバーの上面にも穴を開けます。で、ペイント薄め液で油分を取り除いて、耐熱塗料スプレーで塗装します。見ていただいたように、このようにして断熱レンガ作りまして、今シーズンはこのロケットストーブかなり活躍してくれました。特にトラブルもなく、ずっと調子良かったですね。多分、数百時間使ったと思います。調理なんかもこの上でやろうと思ってたんですけれども、結局この中華鍋でかみさんと鍋したぐらいで、あんまりそのダッチオーブンとかいろいろやってません。あとちょっと気になるのは、もうちょっとこの熱交換部分の面積ですね。このカバーもペール管1個なんでちょっと小さいんで、この扇風機で煽ったりしてて、煙突は長いんですけれども、それでもまだちょっと熱い空気が外へ逃げる感じがしますんで、せめてこのペール管2個でやりたいところです。もう4月でですね、ストーブも片付けようと思うんですけれども、また解体した時はこの内部の損傷状態とかレポートしたいと思いますので、来シーズンの課題にしたいと思います。これこの中ちょっと気の当たるとこはね、ちょっと掘れたりしてるし、熱々になるとこちょっと風化したりしてますんでね、いろいろまだ課題はあると思います。まだまだゴールが見えないですけれども、むしろそこに行くまでの過程を楽しんでいます。ああでもないこうでもないといろいろやって改良して試行錯誤する中でいろんな発見があるんで、本当にロケットストーブの製作はワクワク感の連続です。ロケットストーブを巡る冒険はまだまだ続くと思います。楽しんでいきたいと思います。BGM に流れてる綺麗な曲ですが、今村陽子さんの「Rainy Day」という曲です。今村さんにお願いして使わせてもらいました。今村さん、ありがとうございます。さて、今日も最後までお付き合いありがとうございました。このところ動画のアップが滞っておりましたけれども、またぼちぼちとやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お疲れ様でした。